どうも、エミです。それでは決戦3の続きをやっていきます。前回は、裏切ったよね、アザイがね。で、今回は朝倉アザイ連合軍に戦いを挑むというところで、貴重明智、あ、レベル全然上がってないけどいいかな、大丈夫かな。決着をつける時が来たな。これより出陣する。はあ、殿、徳川様がご着陣なされましたぞ。信長殿、我ら三河衆の力存分に発揮してご覧に入れまするぞ。家康、頼むぞ。おいらもやります。お市様をめとりながら、浅井長政め、頼むぞ。猿、いかな犠牲が出ようと乱世を打ち砕かねばならぬ。この世が乱世に滅ぼされる前にな。軍議こそ大事。よし、始めるぞ。物見の報告によりますれば、現在の状況はこのように。この戦、敵の総大将浅井長政と朝倉義景の二人を倒せば我らの勝ち。浅井長政はこの辺り、朝倉義景はこの辺りに布陣しております。我ら三河衆は敵の後ろに回り込み、横腹をつくよう動きましょう。殿、こたびの布陣どのようにいたしますか。さて、大戦やね。信長隊は勝家、光秀隊、ああちょっと待って、勝家じゃなくて余りやでしょ。で、勝家、佐古にしようかな。で、遊撃部隊に内里さん。で、全員積極的。で、目標、とりあえずちょっとずつ進んでいこうか。またこの夫人ならば心置きなく戦えます。よし、出陣だ。我が軍団の力見せてやれ。はあ、よし、叩き潰してやる。かかれ。ああ、で、内里さん変えて、信長さんの援軍やね。突撃。さあ、後ろから。さあ、次。強いな、ロングだ、やっぱり。ケイ。
ここら辺終わったから、信長さん、ちょっと助けに行くか。あ、なんかおるね。ここ、ちょっと行ってみようか。サコンもやるよ。さて、なんだ、浅井長政様さんはいざ桜の殿様に良いように使われていますか。浅井軍がもう勇猛と聞いても朝倉軍が強いなんて聞いたことはねえ。前にも応援を頼んだはずの朝倉の殿様はあっさり負けちまった。長政様の軍だけ戦ったことあったそうです。あれやな、朝倉を先やっつけろっていうフラグやな、これは。あ、機長がやべ、信長の援軍。あれ、信長戦ってないか、これ。そういうことか。機長一人で戦って、よし、あ、仲間を信じて戦うのです。信長さんをこっち行かすか。けい、けい。で、光秀隊をこっちに行かして。あ、また機長がやられた。貴重な突撃。よし。んで、光秀隊をこっち行かして、信長さんはここをやっつけてもらおう。魔法やね。メテオーみたいな。明智行ってる？うん。で、内里さんは
援軍。援軍来たくさん見える。よし、行け。行け、後ろから。行け。なん。で、光秀隊。野村さんどこや？あれ？あ、おっとおっと、野村さんも一緒に吉影やっつける。先陣切るで。待てよ野村が！先陣来て奥深く行ったよ。赤門さんやばいな。竜巻じゃ。林業国者海人列在前。もうかもしれんやれる。ああやられた。しゃあない。俺式の敵になんと不甲斐ない。ああ貴重とねえと。もうちょっと弓が邪魔や。これ頑張るのだ。うお、よいしょ。ともうちょっと。うわぁ、めっちゃ食らう。粘るな。うおっ、そう、粘りやがる。さあ、そろそろ観念しなさい。OK、やっとや。なぜだ、なぜわしが負けるのだ。いい感じだったのにな。めっちゃ食らった。さて、いよいよアザイやな。これ、あ、やっぱできひんよね。あ、家康はできるんだ。なんだ最初はやっとったよ。胸がちょっと回復させんだな。どっかあったよな、回復。
カモさん、しまったな。突撃ちょっとさせすぎたな。こっち側に確かあったよな。回復するか。やっちゃよかったっけ。これ、勘違いか。あれ、どっかにあってるんですか。あ、これか。あ、違うな。ああ、やべやべ。敵おった。義に背くなら義に滅ぶ。兄上、覚悟。どっかで見つけたのに、どこやったら忘れたの。あ、またおる。またおるけど。あった、回復する場所。ちょっと待って。疾風。そう、織田の力を示す時だ。我により。あなた、回復さんだな。オッケーオッケー。さて、じゃあ行こう。あ、家康がやられる。急げ急げ。あ、家康やられた。ここまでだ。下がるぞ。強いなぁ、アザイ。あ、あった、回復すんの。三つ火で行って。ここで攻撃力。そう、織田の力を示す時だ。戦火で熟したい。ちょっとやろうで。ケイ、あとアザイ本体か。やるだけやったのだ。悔いはない。勝利をつかんだ。皆の者、よくやってくれた。おおし、全員やっつけた。あ、機長専用の武器やってんだ。よし、ガモさんがどんどん上がってくる。信長は姉川の決戦に勝った。しかし浅井朝倉はなお強大で、この後も信長を苦しめることになる。世間では貴様を織田の白鷹と称賛しているそうだな。白き獣は吉兆と言われまするが、目立ちすぎるゆえ群れに入れてもらえぬと。貴様はもう織田の人間だ。光秀、
昔貴様に会ったことがある。確か機長の森役だったのか。なぜ美濃を追われた。言わねばなりませぬか。美濃を出た時全てを捨てました。楽しき思いも悲しき思いも。余計な詮索だった。よい、俺は過去など気にしない。信長様。なんだ。この本能寺、防御が少々手薄かと。この光秀めに。実は機長にも同じことを言われてな。やむを得ず回収することにした。機長様に。ほう、それはよろしゅうございました。姉川での勝利の後、信長は乱世平定への戦いを再開させる。一方、久保義明は信長と協調する姿勢を見せながら、旧敵三好三人衆と結び、浅井、朝倉、一騎衆、さらに甲斐武田信玄を動かし、織田軍を包囲殲滅戦と図った。朝倉も出兵の手はず。包囲は安城仕上がってきてます。あとは武田信玄公が上洛したら大手。辰沖大義であった。ありがたきお言葉やけど、辰沖一人の働きじゃございません。おお、そうであったの。あの者にもよろしくな。またあの夢を。ああ、最近頻繁にな。信長様、三好三人衆が摂津に上陸、野田福島を奪取したとのこと。よし、表情だ。よいか。はっ。殿、現在の情勢はこのようになっておりまする。うん、いろいろ動きそうやね。じゃあ今回はここで終了したいと思います。それでは皆さん、ではでは。